シャンって。でもマジシャンで僕こんな感じギラギラしてる人初めて見たから、はい、まあ、でもロレックスですよね。まあそうですね、はい、マジシャンでロレックスにダイヤモンドぶら下げてる人あんまテレビで出てこないでしょ。確かに。だからマジシャンで憧れて目指す人いるんじゃないの。なるほどですね。まあとりあえず どの職種よりも多分一番マジシャンがモテると思うんですよ。人の心理も読めるから、こうやったら女の子落としやすいみたいな。はいはい、はい、いや話変わってきたな、何やこれ。何チューブや、何チューブやねん。メンタリストもあるし、僕でも、そうダイゴさんに褒められましたよ。僕、カヤノのダイゴさんとやりとりした時に、僕にババ抜かしたのは人生で2人目ですから。じゃあババ抜き最強なんですか。ババ抜き、ババ抜きじゃあちょっとやりません。え、めっちゃやりたい。ババ抜きは最強なんですか。もう勝てると思う。しかもラオさんはさっきなんかメンタリストダイゴさんからお褒めいただいたみたいな。ねえ、動画始まったもん、ダイゴさん。それ多分ね、お世辞っすよ。それがそれこそもうメンタリズムでやられますから。全然喜んでる。人を褒めて気持ちよくさせる。多分みんな言ってますから。いいっすか、これ新品のターンで。これ1個だけ抜きました。はい、はい、これね、あの企画でやりたかったのが、マジシャンとカード対決、いいカードとか対決したらどうなるのかっていうとこがやりたいですね。またこれ何だったらジョーカーすらあの操れるってことだから、誰にやってすかってことですね。ジョーカーを誰かとして一生控えなんて勝てるもんか。確かに。っていう気づいてるでしょ。だからこれ入れ替えていいですか。ちょっとどうしたの。もういいっすよ。はい、じゃあ僕これ入れ替えていいですか。はい、はい、これいいねー。ちなみに、あ、さっきゲーム終わった後に1個だけ後で言いますね。何かがあったんですけど、あ、もう何かがあったんですね。えこれ3枚一気に出したらダメなんですね。3枚って何だ。どういうこと。うわー、これはくそー、はい、これはきついなー。フリやって、フリやって。いやいや、無理でもないですよ。フリやって上がりそうですよ、普通に。確かに、やばいですよ。シャキトル、うわ、来た。ラジオジョブ持ってます？俺持ってないです、本当に。持ってないです。ほんまに持ってないです。さあ。でもなんか俺勝てる気すんねんけどな。でまだ動いてないですね。でラジオさんぶっちゃけハート持ってます？持ってます。なるほどね。そう。ハート欲しいな。シャー！うわ。どんどん回す。ああ。いや、これでも、まだ働いてきましたね。確かにな、ちょっとずれてきたな。シャー！さあ、よし。ぶっちゃけ、3あります？ 3 はないっすね。じゃあもういいや、じゃあもう大丈夫です。え、あ、分かった。まだです。おっしゃ、来た、俺。え、え、俺の勝ちですよ、これ。え、これ後で言います。え、今まで何もやってたから後で言います。ちゃんと説明。今までやってたから。俺はちゃんと、俺はちゃんとダメでしょ。いや、何やってるの。ちゃんと心理戦やってました。多分分かってます。もう俺勝ちっす。俺もワンチャンこれ上がるんじゃん。これは星一緒やったら。そうっす。違うやん。まあやってたのなんか。俺はもうちゃんと心理戦やってました。マジでマジでマジで。やられたな。俺ちゃんと心理戦やってましたからね。なんかやられた顔してないんやけど。なんかやってきてるのさ、なんかワンチャン。これ。うわー。うわー。これ、これ。ジョーカー対決、ジョーカー対決。これはおもろいぞ。これおもろいぞ。こう読み切る？出るかどうか。めっちゃ緊張してた。ジョーカー持ってますよね。まあとりあえず持ってる確実だって。僕がもうこれなんで。なるほど。あとジョーカー読むだけですね。どっちがジョーカーですか？どっちもジョーカーです。なあ、そのパターンだ。ああ、なるほど。じゃあ多分こっちやと思う、ジョーカー。お、そうか。はい。もう何だったら、テレビ鏡に見えてるね。ちょっと待って。うわっ、ぶっちゃけ見えてなかったけど。いや、待てよ。この3人でマジシャンだよ。マジシャン。いや、よしよしよし、よし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 、よっしゃー。で、ラフさん何やってたんですか。いや、僕はもう、ヒカさん嘘つかないですから。ヒカさんは僕の時信用してるんで。で、まあ嘘つくじゃないですか。1個目嘘ついて嘘だったでしょ。2個目嘘が1個もバレてた。引かれた瞬間に、引かれた瞬間にもうここと、ここも警戒しないんだよ。次の順にはここまだ警戒しなくていいじゃないですか。僕ずっと無視でいいんで。そうですね。引かれて嘘ついてたってバレるでしょ。で、次も数字の3がどうのこうのでやっても、同じように嘘つくんで、もう分からなくなるじゃないですか。嘘ついてきようよなっていう。で、そうするとこっちが引く可能性あるじゃないですか。
その時に先の手数が多くなるところ残るのっていう、なんかいろいろあったから、なんか口数が多くなるところがあったから、ヒカルさんがなんか変な、口数変な感じだったヒカルさんなと思って、ヒカルだなと思って、で口数多くなったから、ヒカルさんこれでも安全かと思って、俺ヒカルさん見てるふりして、こっちずっと見てましたからね、なるほど、引いたカードがどういうかって、真ん中だけ安全なのずっと見てたんですよ。さすがやわ。いや僕ね、ラファさんにジョーカー行くようにまず頭仕込んでんの。で自分のとこは結構枚数を減らしたかったんやけど、さっき山ヒカル君始まる前にちょっとこれ交換しよう頭は悪いけど呼んでたから自分の方が少なくなるようにした。だから俺スタート5枚だったでしょ、はい、絶対来るわと思ってたから、それはだからもうしめしめの交換やった。そっからその後ラファさんがいつジョーカー引いたのも知ってたの。ただ急に喋り出したのもあったから、はい、でもまさか自分すいませんでした見てへん無理してめっちゃ実は気にしてるってのめっちゃ得意。演技打つのが得意だよ。で僕はやられたくないと思ってる。ちゃんと俺が見てて真ん中だけ絶対安全やって周りしか組んでないんで、うんうん、でずっと俺真ん中だけで最初の時点から俺真ん中だけ組んでないんで、むっちゃ喋るむっちゃ喋る何もしてないから、ほんま泳ぐだけやろ。ほんまちゃんと行きました。実力なんですね。その前も俺真ん中しか行かなかったんですよ、ずっと、うん、聞く時も気にしてへん無理演技打ちながら弾くっていうさらっと最初からなんですよ、はい、でアホな振りして弾くっていうあんなすごいっすよ、はい、メンタリスト名前あるでもね、これ語ってないで本人語らないからあれだけど、最後の2枚になった時に、はい、あのこれジョーカーですねで、あ、よくわかったね、こっちはエースですね、まあ鏡で見えてるんでの時に俺、くしくも後ろ見ちゃったじゃないですか、はい、もうそしたら言われたカード確定なんですよ。マジで、だからずるいなと思ったからパッて見てしまって戻った時にはもうカード取られるあーみたいな。だからね、僕ね、思いましたよ、多分僕超えるマジシャンです、この人それは髪の毛半分半分になるわちょっと一番上やん。